奥村夏美は日本の女性フリーアナウンサー。ノースプロダクション所属。東京都杉並区出身。立教大学では社会学部に在籍し、ミス新浦安祭でグランプリを受賞した。卒業後半年間つなぎの仕事をしながらアナウンス学校に通い、2005年10月、広島ホームテレビに契約アナウンサーとして入社。主にバラエティ番組や通販コーナーなどで活躍した。 2008年8月末で退社し、翌月仙台へ移り、東日本放送に報道部アナウンサーとして入社。ここでは一点報道番組の担当となった。しかしいずれも有期契約職であったのか、2011年3月をもって東日本放送退社。再び広島へ戻り、 2011年4月から2013年3月まで NHK 広島放送局の契約キャスターになった。2013年4月から2017年3月まで OK プロダクションに所属。花丸マーケット、NHK ジャーナルなどに出演。2017年4月、ノースプロダクションに移籍し、2018年12月までニュースウォッチ Q のニュースリーダーを担当。 2017年4月22日に入籍を発表した。公式ホームページで2019年2月24日に妊娠を発表し、3月31日に出産したことを発表した。調理師免許を取得している。育児休業中テレビ朝日広島ホームテレビ、東日本放送 NHK 広島フリー転校後。ありがとうございます。